人に質問です。簡単に自己紹介をお願いします。藤吉かりんです。簡単だった。すごく簡単だった。かりんに質問です。オーディションを受けたきっかけは？そのオーディションを見つけたの、まあ、広告で見つけたんですけど、うん、その時高2でみんな、まあ、大学とか進路決まってる中でやりたいことがなかったので受けようと思って受けました。すごい行動力が、すごい運命じゃない？ね、本当に。広告見つけることもさ結構そう、ね、運命やと思う。だってうちは見たことなかった。あ、何やろ、見たよ、CM とか見たよ。CM とか見たよ。見てたよ。ただ自分、お姉ちゃんきっかけで知ったから、その自分から見つけたわけじゃないから。めちゃめちゃ見たもの。そう、彼も何回も。何回も見た。うん、それで受けるからはずっと見たよ。彼も何回も見たよ。そう。かりんに質問です。オーディションの時の思い出は？最終審査の時に自己アピール、自己アピール、うん、みたいなのがあったんですけど、その時に私がシュールなことをしすぎてなんかちょっと笑ってもらえるのかなと思ってたんですよ。頭の中では。でも全然誰も、本当に何十人っている中で本当に誰一人笑ってでなくて、本当にあ、これはもう無理だと思いました。ちなみに何したっけ？体操座りした。ずっと座ってるだけだよね。めっちゃ強いなと思った。でも面白いかなって思って、うん、面白い。なんか誰か笑ってくれるかなと思ったら、うん、たらまあみんな無料とか。やめたん？体操座りやめて、うん、ずっとしてありがとうございました。すごい、すごい、これはすごいよ。それ受かるわ、受かる。マジ聞いた時、こら受かるわと思った。